こんにちは、シーバードです。今日はですね、ツイッターの質問箱にいただいた質問にお答えしたいと思います。バンドの解散、脱退理由に音楽性の違いっていうのがすごく多いですが、これは建前なのでしょうか、というふうな質問です。僕はですね、もともと自分でバンドをやっていて、その後レコード会社で働いて、でその後転職して広告代理店に入ってからは音楽雑誌の企画を最初やっておりました。まあ、結構バンドと接することがね、非常に多くて、まあもちろん解散脱退っていうのは、まあいろいろと自分もですけれども経験はしてきております。まあ音楽性の違いは建前なのか、まあ本当は性格の不一致でしょみたいな感じでよく言われるんですけれども、まあ性格の不一致ですよ。まあでも性格のその不一致が音楽にまつわるところから派生してきているっていうのは間違いではないことかなっていうふうには感じますね。まあレコーディングで結構揉めてっていうところがスタート地点であったりもするんで、まあ根っこの部分としては音楽性の違いって言っても間違いではないのかなと思います。まあ、例えばレコーディングだと、まあ、4ピースのバンド、ボーカル、ギター、ベース、ドラムのバンドで、まあ、ストリングスとかキーボードを楽曲の中に入れるのか入れないのかみたいな揉め事もありますし、まあ、ボーカルにエフェクトをかけるのかとかで、まあ、言い合ったりもしますし、まあ、ギターのフレーズしかりですね、結構いろいろ言い合うところはありますね。まあ、そういったことをですね、レコーディングの時に繰り返していって、でまあ、密になっていくバンドと仲違いしていくバンドっていうのがやっぱ昔は多かったですね。で、まあ、なぜ昔かっていうと、まあ、20年ほど前はですね、 CD が売れていたので、やっぱり音へのこだわりっていうのがミュージシャンとしては何よりも一番強く持っていたことだと思います。当時は、まあ、アーティストと呼ばれ方ではなくてミュージシャンというふうな呼ばれ方をしていただけあって、まあ、やはり、まあ、音を軸にミュージシャンというのは考えられておりました。まあ、それがですね、時代が変わって今アーティストという呼ばれ方をするようになってからは、まあ、CD の音源だけじゃないですよね、発信方法が。もう今となってはですね、音楽って音だけで楽しむものではなくなってきてると思います。まあ、ライブもプロモーションも映像がリンクすることはもう必須になってきておりますし、まあ、収益がですね、 CD ではなく物販の方に移行していると言っても過言ではないぐらいな感じですね。まあ、そういった時代背景があって、アウトプットの仕方が音楽だけではなくなってきているというふうに考えられます。なので今までレコーディングで揉めたことが派生して性格の不一致につながったりしていたから、音楽性の違いという風な片付けられ方をしていたのかもしれないですね。まあ、今となっては、まあ、ファッション、髪型、メイクとか、あとライブパフォーマンス、でましてはもうグッズのデザインとかですね、まあ、音っていうカテゴリーを超えてきたところでバンドっていうのはちょっと共存をしていかなければいけないような環境になってきております。まあ、今までのバンドって音の共有が軸になっていて、そこでの揉め事から派生していたことが多かったから音楽性の違いと言われてたかもしれないですけれども、今もうライブだったり物販であったり映像であったりとか音以外のところで派生してきて不一致が起きていることが多いので、正しくは表現方法の違いとかアウトプットの方法の違いとかっていう風な言い方が一番正しいのかなとは思いますね。まあ、なので今はあんまり音楽性の違いで脱退とか解散っていう言われ方をすることが減ってきてるような感じもしますね。なので今は音楽性の違いで解散っていう言われ方よりも、なんか方向性の違いでの解散みたいな言われ方の方が多いような気がしますね。ちょっとまとめますね。まとめると、音楽性の違いから性格の不一致が生まれていましたっていうのが今までなんで、そういう表現方法をされていましたが、今は
もっとバンド内で共有しなければいけないことがあるので、アウトプットの表現方法で揉めて不仲になったので解散しますみたいなのが一番リアルかもしれないですね。あくまでも個人的な感想と意見になりますので、ご容赦いただけますようよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。